金曜日のソロ立ち絵っていう番組見ました。これは一人暮らしの家に定点カメラを仕込んでどんな生活をしてるかを見るっていう番組で、カメラがあるからええかっこしてやったら筋トレする人とかいてリアルちゃうやんって思ったりもしたんですけど、逆にこの人はこれがかっこいいと思ってるやなって思ったらリアル炙り出すねって思ってで見始めたんです。で僕は一人暮らしの人の謎のルールを見るのが好きなんですよ。すごく地味なシーンあったんですけど、出てきた女の子が部屋を片付けるんですけどね、ぬいぐるみだけは足の指で掴んでどけるんですよ。何その謎ルールでしょ、意味わからんもん。しかもそのぬいぐるみ可愛がってたんちゃうんかって。あと別の番組なんですけど、家でご飯食べた後食器洗うのがめんどくさいっていう人がいて、その人食器洗わなくても冷蔵庫で冷やせば OK っていうルール採用してて、これもほんま何その謎ルールなんですけど、でも確かにちょっと菌は死滅しそうな感じするよな。家事業界に一石投じたなって思ったんですよね。でこういうルール作る人に共通して言えるのは、みんないい方法を編み出したっていう顔してるんですよ。そういうの見れると僕嬉しくてね、心の底からええもん見たなって思うんですよね。